この雰囲気。おっしゃ、うわーやばい、うわーくわはい、皆さんどうも、ケイと申します。今回はですね、愛する妻からですね、ソルト言ってるんだったら私たちが食べれる魚もたまには持って帰ってこいと、そういうお話で今回は磯場にやってきました。ちなみにこの写真、ただのサムネ用です。はい、おはようございます。ということで、何か美味しい魚を釣ろうということで、僕の中で美味しい魚、まずヒラスズキなんですよね。ヒラスズキめちゃめちゃ美味しいのよ。でまあ他にはですね、青物とか、あと押さえて根魚とか、まあ入ってればいいなというやつを狙っていきます。はい、タックルはこちら、エクスセンスジェノスの108、それにエクスセンスの DCP2 号。まあ毎度のことながらちょっと安全には注意してね、非常に危ないのでヒラスズキは。難しいぞ、ちょっと。久しぶりにやっぱヒラスズキっておもろいな。やばいよこの雰囲気。おっしゃ、この雰囲気。おっしゃ、お前は違うんじゃないか、お前は違うでしょ、これは違う、お前はヒラスズキじゃないでしょ。くーっと、あかん、危ない、あー擦れてる、あー頼む、ライトすぎるタックルが、うわーやばい、うわくわうわやばいよ。ゆっくり行こう、慎重に、多分まだ、あやばいな、これ擦れてます、あお前まだおるんかよ、あちょっと足場が危ない、滑るんでちょっと安定するところに立ちます。あ、あーくそー、お前かよ、いきなりヒラじゃねえよ、こんな引かないよ、30、くっそー、ちょっと待とうか、待ちますわ、ドラグが緩い、全然あかんわ、ああ頼む、出てきてくれ、くっそー、
おっさ、動いた、重っ、嬉しいけどもっと強いタックル使ってると危険にくれ。もしかしてメーター平続きとかない？むちゃくちゃ重いわ。何これ。入られる入られる、緩めたら入られる。上がってこい。うわここでバラしたくない。うわやばい、むちゃ引く、擦れまくり。これで上げられたらすごいわ。来るぞ。はい、来た。はい、来た。来ました。見えるかな。よっしゃ。お前は引きすぎや。でも嬉しい、めちゃくちゃ。きっつ。よっしゃ、がっつり食ってくれてるね、ありがたい。よっしゃ、重い。いや、釣った。アニタスミノーで。ごめん、秘策でもらったやつ。いきなりやばいのやってもうた。なんじゃこいつ。でっけ。これね、もう針曲がってるわ。見てくださいこれ、でっか。マジでけえよ、超疲れた。よっしゃ、ゴー。はい、ちょっと磯の上ばかりで申し訳ないけども、ここはいゼロに合わせて、はい73。これね、この尻尾からピーといって73です。73のタマンってさ、なかなか釣れるもんじゃないですよこれ。マジでバカ引いた、ほんまよう取れたわ。すげえ、マジでよう取れた。半端ないわこいつ。うわタマン、ちょっと目ん玉ごめんね。でかすぎ。はい、皆さんトラブル発生です。家の冷蔵庫に空きがねえと、なんとかさばいていただけるお店がありそうなんで、今からちょっとそこに行って、このサイズを小さくしよう。本当にこんなでかいの釣れるとは思わんやん。だってゴミの日もね、まだ先なんで、どうしてもね腐っちゃうんですよね、冷凍しとかないと。で空きがないっていう。はい、このさばきさんにやってきました。さばきさんでちょっとさばいていただきたいなと思います。
4.7 キロなんですよ。4.7 キロ、はい、7キロなもんで、3キロ未満やったらサマーオールスバイクなんですけど、はいはい、10キロ未満にあるもんで、あの1000円になるんですけども、あ、全然大丈夫、キックパックがないもんで、もう800円とかで、あ、わかりました、はい、ありがとうございます、はい、キックパックまでやったら1000円になる、1000円ですね、あ、わかりました。ちょっとまクーラーが小さすぎて僕もちょっと写真撮らせてもらうのかな。あ、いや全然構わないです。あんまりないですか、笛吹き台は。いや、ありますけどね、ここまで大きな方法あんまり見たことない。あ、そうですか。かなり引きましたね。めちゃくちゃ引きました。つながってるのはなんか電動かなんかってこと？電気。あ、そんなんあるんですか？ここあるんですよ今。すごい。これなかったらなかなか。そうですよね、でっかい魚とかは。あとだったらね、余計に。あ、そうか、そうですよね。でっか。でっかいな。これ落とすのも大変ですよ、ね、大変で、俺も多分すごい、うわ、うわ、すげえ、結構簡単に落ちましたね。簡単に、絶対硬いですよね、これ。硬い。すげえ。4.7 キロ、はい、さばいていただきましたね。本当にあのでかさ、800円でよろしいんでしょうかっていう満足感。いやー、助かった。これで冷蔵庫に入ります。ありがとうございます。これで3枚おろしやで。しかもさ、重っ。
これ、妻が肉じゃがを作ってくれたので、そのお供としてね、塩焼きとあと刺身か、刺身を作ろう。やるやん、やるすごいでしょ。わからへんか。あーねー、すごいよ。チーム食べれるの？んチーム、まあ火入れたら食べれるかな。火でボーってやったら。これも食べなかったの？買って、やば、身を残しすぎてる。何をやってるんだよ。何やねん。もういいや。なんでやねん。これでかいよ。ちょっとこの半身はさ、明日にする？ちょっとさすがにさ、もうそっか。どのぐらいの太さがいい？刺身。はい。ちょっとね、こういう状態にしたんですけど、食べる分だけにしよう。奥さんがね、本来ない予定だったなめこのお味噌汁。これ豆腐入ってるの？入ってる。うわー、美味しそうだねー。まずい声。声大丈夫？大丈夫。声大丈夫か？わ、めっちゃ美味しそうな匂いする。やめて、やめろ。いや、噛まないで、噛まないで。食べよっか。何するんだよ、ドン。ドン。ドンドンドン。やめて。なんでやねん。お、あ、ちょっとだいぶ火入りすぎてるかも。めちゃめちゃ下手。よし。わお。あれ、これどうなって、あれ、これこんなちっぽかったっけ？めっちゃ縮んだ。うっそ。あんなでかかったのに。味見程度になっちゃった。うわー、縮んだ。超縮みました。これ美味しそうすぎるでしょ。これ大好きなんですよね、味噌汁。ありがとう。いただきます。ちょっとこのタマンが美味しいかな。足がないや。ちょっとじゃあタマンいただきましょうか。うわ、すごい。いただきます。もう一個の端っこください。うん、すんごい淡白。ちょっといただいてみてください。それいいや、これいいや。それ麺前で。けどなんかどっかで食べたような味やねんな。これなんなんやろ。多分タマンがでかすぎた。